そう、昇格したら透明のネイルを塗れるように、透明のクリアなやつが良くなった。足はネイルしません。ケジメだ、ダメダメだと思う。だからいろいろルールがある。ちょっともうアイドルになります。そうそうですよ、ルール守らんとね。ちょっとマネージャーさんのね、N さんからね、締められるんでねちゃんと守ります。そう、トップコートが良くなった。うん、昇格してトップコートが良くなって、髪型が自由になってなったかな。それぐらい。あとお話し会も、お話し会でアクセサリーとコスプレつけていいようになったぐらいかな。あとスカート膝丈、あ、そう、あのノースリーブ OK になった、なったかな多分ノースリーブ OK になってミニスカート OK になったぐらいかな。そう、お話し会でなんかね、スカート丈がね膝下だったんですけど、ミニスカート OK になった。あとノースリーブ OK になった。肩出してよくなった。そう、まあさすがにもうノースリーブは着んけどねそう、着ないけど、あとなんだろう、それぐらい。そう、かなり解除されたんです。あ、メガネも OK になった多分。ノースリーブもう当分ない。多分 7枚目はノースリーブ着ません。ちょっと寒い寒い。そう、そう、ミニスカート良くなった。短パンも多分良い、良くなった。なんだろう、あと話し会でカラーコンタクトして良くなった。まあ、私は失神けど嫌いだからぐらい。あとちょっとメイクがちょっと緩くなってぐらいって言われた。そうそう、なんかお話し会だけって、まあ、私はつけんけど似合わんコスプレ、なんかコスプレするときにさ、なんかなんだ、なんか虹色のカラーコンタクトとかつけ何、変だな。はい、変ですね。髪の毛はね染めちゃダメです。染められない。でも人生で一回は染めたいね。なんかさ、茶髪にしたい普通のちょっと、でもそんなに明るくなく、ちょっとあの濃い茶色、焦げ茶にしたいですいつかね。焦げ茶にしてグッチの財布も持ちたいね、男装したいな、いつか。焦げ茶にしてグッチの財布持っていい女感を出したい26歳ぐらいになったらやりたいかな